石田製作所です。神奈川県相模原市というところでギターアンプの修理と販売をしております。 YouTube の動画では主に販売のアイテムのご紹介やモディファイしたもののご紹介、作業の風景などをお見せしております。もしよろしければですね、チャンネル登録と動画の高評価をよろしくお願いします。動画制作の励みになります。はい、今日のご紹介はですね、こちらお客様からお預かりしましたマーシャルの JMP の頃の70年代終わりのですね、このロッカースイッチになった頃の2203というモデルです。マーシャル詳しい方ならお分かりかと思いますけど、 JCM800 で定番の一つであります2203と同じモデルです。回路の構成はほとんど一緒なんですけれども、部品や基板の構造などの違いか、この頃の方がちょっとクラシックなトーンがするかなというような印象があります。今回お客様のご依頼でですね、点検修理の他にちょっといくつかモディファイを施しました。1点はエフェクトのセンドリターン、これの取り付けですね。こちらはですね、リターン側の方に真空管のバッファーを搭載して、センドはレベル調整、リターン側もレベル調整ができるようになっています。あとですね、歪みの質感なんですけれども、ノーマルモードの時は、従来の2203のようなクリーンからクランチがかっこよいよと、そしてもうちょっと歪みが欲しいというところで、太い歪みが出るような感じの改造にしてあります。当初スイッチのみでの切り替えを考えていたんですけれども、バランスよくレベル調整とかを使わなくても、原因の調整やボリュームの調整なくても、フットスイッチでポンとちょうどいい塩梅に原因が上下するので、フットスイッチで切り替えができるようになっています。ちょっとクリックノイズ出るかもしれませんけど、こんな感じでですね、LED が点灯するようになっています。ブーストモードの時は LED が点灯する、そんな感じです。でセンドリターンにこちらいつも使ってますライン6の M5 をリバーブをかけてちょっとやってみますので、この後弾いてみましょう。回りますのでご相談ください。料金等はですね、その時代時代その時で遷移するため、こちらではちょっと申し上げません。詳しいことはメールにてお問い合わせください。動画のコメント欄で料金はいくらですかというご質問はお答えできかねますので、よろしくお願いします。そしてちょっとまた最近また忙しいので、納期についてはちょっと余裕をくださいというところでいつもお願いしております。よろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。